前回一日密着を行ったクーニンズのライル。ライルはメジャーリーガーハーパー選手の大ファンということで、私クーニンは先日ニューヨークに取材に行く機会がありましたので、取材の合間を縫ってライルにお土産を買うことにしました。建物が全部でかいんだよね、これすごい、これこれはやばいでしょ。さあ今ですね、大使館のとこから歩いてるんですけども、マンハッタンの方に向かってます。僕が調べた感じですね、マンハッタンの方に野球のショップとスプリームニューヨーク本店があります。なんでそこを目指していきます。さあ歩くことですね20分、やっと野球スポットに来ました。それがこちら、どどーん、なんかヤンキース関係のショップに来ました。ということですね、もうちょっと雨も降ってきて疲れてきたので、シティバイクでこれ乗りたいと思います。これや、これはい、ということですね、無事にバイクを借りることができました。やべえ、めちゃくちゃ気持ちいい、めっちゃ気持ちいい、これニューヨーク、マンハッタンにあるスプリームにやってきましたよ、チャリンコで。まずはスプリーム見てる間にですね、シティバイクをね、取られましたね。一瞬の隙があれだ、最悪や、マジで。ライル君、はい、ちょっとこの前僕海外行ってたんですけども、はい、実はお土産買ってきました。なんすか？うわジャブみたいなもんですけど。うわマジか。多分アメリカにしかないんじゃないかなと思って。ハーパーモデルのアームスリーブ。そう。うーわ。ハーパー大好きということでね。これは嬉しい。これは買っといてあげた方がいいかなって。これは嬉しい。ちょっとありがとうございます。よかったら買ってみて。はい。日本ないでしょ。多分日本では売ってないんじゃないですか。取り寄せないと。そう。そう思って。おおすげえ。向こうはナチュラルに売ってるからさ。ナチュラルに、すげえ、びっくりした今。サイズ感だけちょっと心配やもんね、はい、いや全然大丈夫です。ちょっとでかかったりしたらどうかな。いやもうでかかったら僕がでかくなれるブライス・ハーパーってね、背番号が34やけどブライス・ハーパーでね34って出てるのね。これそうです、そうです。あのちょうど良さそうでよかったね。完璧っす。これこれ今日つけて勤務しよう。似合うね。めちゃめちゃ似合ってるよ。いや超嬉しい。あ、よかった、喜んでもらえて。ありがとうございます。チームメンバーになんかこうアメリカのお菓子とか買ってさ、あの、はい、ちょっとクッキーとかこう一個一個あげるあのスタイル、あれ嫌いなのよ俺なんか。あ、そうなんですか。だったらなんかこう嬉しがりそうなやつに一個買った方がいいかなっていうので。おお、めっちゃ嬉しいです。喜んでもらえてよかったですよ。まあ、また海外行ったらですね、はい、ハーパーモデルだったら買ってくるんで。あ、お願いします。はい、ということで喜んでもらいました。今日の動画は以上です。また来てください。キリギリスとアリみたい、努力だって無駄じゃない、昔仲間変わらない、トラブル持ち込まない、上がるレベル気分はいつもアムソハイ、ハードコード飛び交ってる意見も最後は同じ、楽しいひととき噛み締めてる君の隣、クサあってもタイで痛いけど立ちがいなければ一人じゃロンリー、毎週末レッツゲンパーリー、要因に浸っても勝ってく月曜日。